はい、それではね、マイタイムアットポーシャの続きをやっていこうと思います。よし。はい、一応ね、今日からね、この服をね、買いました。旅人の、帽子、ジャケット、ショートパンツ。はい、性能的には今一番ね、これが一番高いので、まあ、若干ちょっと肌の色と合ってない気もしますけど、うん、まあ、よしとしましょう、これでね。もう1年経ちましたね、早いもんですね。うん。はい、手紙が来てますね。よし。アックに、プレゼントはいい？まあ、一応話聞いて、アップグレードのあのチップを、これだね、掃除と燃料補給。うん、あと、1、2、3、4、5、6。6個で全部かな？うん。よし。たくさん仕事をしたよ。確認をよろしく。うん、どう確認すればいいの？いっぱいもらえるようになったね。なんか手紙読んどきましょう。あ、いっぱい来てんな。はい、プレスリーより、大型水槽の図面をもらいましたね。君がポルティアに来てから、もう1年も経つなんて信じられないよ。1年間懸命に働いたね。お父さんも君の成長を知ったら誇りに思うはずだよ。1年目を祝うプレゼントを同封する。君がこれからもポルティアにいてくれることを願うよ。君が元気で過ごし、作業場がこれからもうまくいきますように。はい、プレスリーね。はい、研究所から。はい、研究所に協力してくれてありがとう。大量のデータディスクを得て、研究が大きく前進したことは間違いない。私たちは技術はより良い未来をもたらすと信じ、これからも全力で、研究に取り組むつもりだ。君の助力に対し俺の品を送るので使ってほしい。はい、軍用エンジンとかもらいましたね。これは、足漕ぎボートの図面もらいました。はい、パドルボートの図面を同封するわ。魚に影響がないように車輪はできるだけ小さくしてみたの。スターライト島で週末を過ごせるようになるのが楽しみ。あとは君の頑張り次第よ。しっかりね。足漕ぎボートってことはあれ、スワンボートみたいな感じなのかな。どうなんでしょう。まあ、これは製品検査ですね。うん、で、作業場ランキング1位ね。よし。よし、福箱をもらいました。よし。1位ね。で、あと、その福箱開けとこうか。これ、家具が入ってる。何？あ、ソファーだ。やった。今までろくに家具もらえへんかったけど、来ましたね、ソファー。うん、まあいいや、置いときましょう、家にね。あともうこの辺はいらないんだよね。かぶってるやつだから。チップはもう売りに行っとこうか。値段ついてるから多分売れると思うんでね。でちょっと荷物を入れて、入れるでしょ。で、仕事を受けに行かないといけないね。よし。ちょっとラマで行く。ん？あれ？ここに入るわけね。そのアックが働いたも。あ、なるほどね。あ、集めてくれてるんだ。なるほど、なるほど。オッケー、オッケー。よし。で、わかりやすいですね。うん。あ、そっか、表彰式か。はい。皆さんの働きに感謝します。市長より上位3、あ、トロフィーの授与がありますと。はい。結構雑に持ってきてるね、市長。3つ一気に持ってきたな。はい。まあ、でも1位取りましたよ。はい。やったぞー。ね。てか3人しかいいよね。はい。今年は運が良かったな。あ、水槽と福袋とトロフィー、ドラゴンスープもらいました。はい。お金ももらいましたね。結構もらったな。技術は俺の作業場が常にナンバーワンだ。これからもずっとな。よく覚えておけ。相変わらずね、口がね、減らないんで、うん、倒しときましょう。うん。締めとかないと。うん、ね、もう相手にならないでしょ、ヒゲンズは。ね。いておー、昇竜拳するか、昇竜拳するか。よし。
何お やり返すかやり返すか、よし、ああもう負けないでしょ、ね、5ゴールドもらっときますよ。よいしょ、これはランキング、ええ、1の店とか知らないけど、ビルダー1知らないね。アレン・カーターっていつも製品検査の時にいる人かな、ぽいよね。ワンの店、歯の養成工場って何ビルダーの名前、甘いって書いてあるんだけど、なんかよくわからへんな。これはこれからのってことかな。作業場オブザイヤー、はい、年間で表彰されるプラスこのマンスリーの報酬もあるってことだよね。一応この5つあるって言ってたからね、5つ存在してるんだね。場所分からへんな、どっかにあるんかな。あ、仕事ほら忘れた。よし、効果アルミ、ライト、ちょっと待って、早いぞ。スカーフ、これにしとこうか。ちょっとアイザック、防水布はちょっとめんどくさいしね。よし、毛皮のマフラー多分作れるんじゃないかな。あ、エミリーがなんか仕事があるっぽい。あ、ちょっとビルダー1ってこの人やん、初めて見た。うん、ピギンズは本当に嫌なやつだ。ビルダーになること自体が名誉なのに、どうしてあんなナンバーワンにこだわるんだ。なるほど、この人は別にプレゼントとかは渡せないね。うん、っていうことは、甘いさんもいるの？いない？その人会うんかな？いた？知らん。わかんないね。見てない顔。まあいいわ。とりあえず、エミリーなんか話しちゃったし。かぼちゃプリンセスね。よし、はい。まあ、やっとくよ。はい。頼りにしてるわ。でちょっと一緒に乗っていった方が、 その後の一回多分話しかけないといけないね、エミリーにね。うん、よし、こうしてあげる。で、どうやって降りるんだったっけ。よし、で話すと、はい、よし、これでいいですね。うん、でマクドナルドさんがなんかや欲しいものがあるみたい。うん、聞いてみよう。水用のバケツがあるといいのに。はい、なるほど。代わりに何あげよう。これかな。うん、次はもっといいもの。よし。牧場自動化できるんだったらもっと数増やしてもいいのかな、どうでしょうね。毛糸のマフラーが、あれ、これで作れへんの、どうやって作るんだろう。こっちじゃないのか、どうで作るのかな、どこだ。あ、これか。毛皮のマフラーが何個って言ってた？ 2 個か。まあいいか。5個作る？プレゼントする？5個作っとこうか。ね。分からへん。いるか分からへんけど。で、なんかいろいろ作れるようになってたよね。水槽はもらったと思うんですよ、1個。こっちは、アルミ板、木の合板、パドルが2個。アルミ板がめっちゃいりますね。30枚いるな。アルミ板ってないんちゃう、全然。1枚しかないやん。アルミステンレスは今作ってる。これで作ると7枚しか作れへんな。まあいいわ、とりあえず7枚作ろう。で、木の合板も、15個だったっけ。こっちでちょっと作ろうか。木の合板、15。20個作っといていいか。
アイアンウッドがなくなったね。アルミ、これで作れる？材料から直接作ると、あ、21枚できますね。8と20、あ、1枚足りひん気がする。ギリギリ1枚足りひん気がする。これはがっつり作るわ、とりあえず。うん、これで、とりあえずまあ材料はいいですね。うん、これで。何が足りひんの？アルミ板って。え？アルミはあるけど、マグネシウムとマンガンがないですね。ちょっと掘りに行かないといけないな。といろいろやらないといけないね。ちょっと荷物整理して。ソファーと、博物館のランキング方針。あ、そっか。これ置こうか。外、うわ、でかな。どこに置こう。これ餌やり自動でしてくれへんのかな。ここに置く。この隙間はぴったりだけど、裏にあれがあるからな。ちょっと置き場所困るな、これ。でかすぎるわ。いや、ここにちょっととりあえず置きましょうか。いや、ちょっと開けとこうか。よし。これ、魚入れられるのかな、また。また？アプリコット取りましたね。で、この辺取ってくれたらいいのにな。ん？手紙か。ちょっといろいろ売りに行こうじゃ。マフラーをまず渡して、はい、アイザックね。はい。うん。で、アックはいいし、マーサは、うん。なんか、新商品とか出てきたのかな。この人がアレン・カーターだよね。そうだよね。うん。私の作業場は私とカーディとチェンの共同経営だ。とはいえ、代表は私なので、イベントには全て顔を出さなくちゃならない。へぇ。なんか増えましたね。街灯を持ってるね。特に、ないか。売るやつ売っとくか。ソファーいくらで売れんのこれ。291か。うん、全然大した額じゃないね。あ、甘いさんがいる。顔似てるしな、キャロルと。私の作業場は町の少し北にある。まあ山の近くの住人のために働いて。へえ、あったそんなとこ。あのハンマーも売っといたらいいのかな。あ、俺しまっちゃったかな。まあいいか。あ、マグネシウム売ってるね。ちょっと買っとこうか、マグネシウム。だとマンガンがなかった気がする。マンガンはないの？あ、マンガンないんや。あ、ないわ。伸ばそうだ、もういいよね、今更だよね。鉛、鉄、鈴。鉄もなかった気がするし、買っとこう。まあいいか。あと、あ、これもお茶を。はい。ちょうど欲しかったやつです。本当？よし。結構いろいろ売れるね。これ99。トロフィーも売れる。軍用エンジンは。ああ、そこそこの値段はついてるけど。まあ、いいか。これちょっと1個だけしよう、ちゃう。まあいいですね、これね。はい。で、どうしたらいいの？と、学校研究所。ここにいる人誰？キャロルか。キャロルは何が欲しがってるんだろう。
グリーンサラダ。宝石箱がここにあればいいの。宝石箱。遊べる。これ、できるようになったんか。ああ、まだできひんな。宝石箱。ミシンあげたら喜んだよね。うん。気前がいいのね。はい。ここで打てへんの、宝石箱って。違うか。洗濯かご。何これ。お香立てとかあるんだけど。水晶の像。水晶の砂時計。病院用ベッド。夢見のランプ。カップボート。ベッドはあるんですけど。ないね。宝石箱作るか、また。フィルターは。よし。まあ、いや、一遍、ああ、髪の毛、切るか。わかっちゃうわ。こっちだ。ちょっとね、この服に似合う感じにまた、カットしてもらいましょう。はい。金属の扱いは小さな頃から得意なんだ。でも金属って鋭いもんだろ。私は人と争ったり動物を傷つけたりするのが嫌いだから、仕事の選択肢は少なかった、うん、なるほどね。な、何が好きなん。演技用スコップぐらいあげとく。うん、喜んでんのそれ、うん、まあちょっと変え、髪型変えましょう。はい、肌色はそのままでいきたいんだけどね。よし、よし、こんな感じでね、いきましょうかね。ちょっと服の色と合わせてね、髪の毛の色だけ変えてみました。はい、肌色はねそのままですけどね。よし、これでいきましょう。あ、ちょっと明るかったかな。まあいいか、変な格好になっちゃった。うん。よし。まあ、もともと変じゃないかっつうと変ね。あの、元が変なんですけどね。よし。何したらいいんだ。パドルボートを作りたいのと、何がいりますかね。ミッションはこれでしょ。あとは特にいらない。あ、なんかでも報酬で軍服っていうのもらえますね、これね。また服変わるかもしれへんな。うん、まあいいや。何、この布作るやつもう一個作ろうかな。なんかちょいちょい必要になるんだよね。作れたら作ろう。名前なんて言うんだったっけ。ベーシック革すき機じゃなくて、どれだ、上級革すき機、これか。鋼板、シンプルな回路、青銅製パイプ、割と簡単じゃない。青銅製パイプ、鋼板ってある。うん、あるね。あとシンプルな回路。よし。はい。OK。シンプルな回路。お、3つ。3つだった？ちょっと見てなかった。3つだと信じて。うん。よし。うん？ 3 つでしたね。ファイバークロス、いつもなんか足りなくなるから、たくさん作っとこう。あ、反対？こうかな？よし。燃料切れ。ほんでいいかな。こっちもちょっとがっつり作っとこう。よし。ブレンダーは、ハーブドリンクはいいけど、
樹脂がないんだよね。樹脂ちょっと作っとこうか。なんかコンクリート結構最近要求されるようになってるから、よしこれを作っときましょう。うん、で、肉はまだいいし、料理はもうアックに任せようかな。うん、よし、いろいろ持ってんね。あ、これ、使うの？全部、福袋だから、ランダムで出てくる。15個じゃあ、ちょっと一気に開けちゃいましょうか。よいしょ。うん、どう？ここで開けないとか。1、何これ。2、3、4。これはこれでいいか。まあ、15個もらえたら大きいね。これで揃ったやつがあったらまた作っときましょう。旧世界のパーツとか入ってんよ。エネルギー石とか、ね、外れだよね。よし。まあいいわ。とりあえずこんだけ。で、いっぺん中に全部入れます。異物は。しまうやつはしまっとこうかな。これは異物じゃないよね。うん。盆栽。ここ？これ、これ。もうこんだけかな。あとエンジンもこの中入れとこう。どこだ？しまうもんはしまっときたいんだけど、あ、これ忘れてるわ。これもあれか、異物だった。あとエンジン、軍用、あ、これだね、はい、とあとはんなもんかな。なんかしまうやつは、トロフィーは飾っときましょうか、せっかくなのね。うん、あ、これか、料理か。もう使っちゃったらいいよね、これもね。よし。で、どうしよう。ちょっとこれ見てみようか。はい。あ、作れるようになってますね。エネルギー石のランプ。はい。うん、よし。ちょっと掘ってくる？アルミとかね。こっちは何か変わってんのかな。注文を受けときますか。なんか誰もいない。砂茶タイガーイ、ここで一応軍用エンジンね。これなんか使うのかな。バンケットテーブル、チェーンソー、バンケットテーブル、これが市長が好きだったよね。アルパカの大好物って書いてあるけど。ちょっと市長のプレゼント用に買っときましょう。いつの間にか9万貯まってんな。なんやかんやでお金いっぱいもらったもんな。よし。これは？ニワトリ、卵、アヒル、レタス、布、リンゴジュース。あんまり、ないよね。あ、これだけ売っとこう。100個売っとこう。これ一気に増えへん。もっと早く増えんのかな。じれったいよね、これ。よし、とりあえず100個。うん、カウント、あ、こうやって増やせばよかった。リネンはまあいいか。ドライアプリコと、
だけか。いや、ポテトだけ打っとこう。よし、貼り出す。ちょっと持ってこっか。チップとかも欲しいしね。よし、適当に。鉄はまあ今んとこいいし、アルミちょっとほっときたいかな。あとマグネシウムがなかった、こういうやつ。あ、でもそんな深くないな。あそこ結構しっかりあるな。マグネシウムちょっと集めとこう。もうない？はい。土、石とか、なんか処分する方法ないか。直接売りに行ってもいいんですけど、500ぐらいにはなるよね、多分ね。よし、使い道ないもんな。なんか後でがっつり使うようになったりとかすると嫌ですけどね。はい、データディスクは集まった。マグネシウム結構集まった、280。アルミもちょっと取っとこうか。ぼちぼち使うかもしれないね。シフトしていくかもしれないね。前まで炭素鋼がいっぱい使ってたけど、ぼちぼち新たな素材に変わっていくかもしれない。あかんな。浅いな、ここ。チップってこれで探したら分かるのかな。ちょっとちっちゃいから分からへんわこれ、うん、もうちょっと大きくないとちょっと分かりにくいな。まあたまたま見つかったぐらいでいいか。アルミおるか。そんな深くまで続いてないね、アルミ。よいしょ。横に掘った方がいいか。まあ、データディスクで交換するっていうのもいいですけど。よいしょ。あ、自動化栽培データチップ。これは肥料をあげるやつ？栽培でしょ。あと種植えてくれたらありがたいですけどね。もうそしたら完全に自動化してくれるでしょ、うん、でも何植えるかはやっぱこっちが決めないかんのかな。よし、なんかそういうのね、細かく指定できたらいいですけど、餌も家畜の餌もこれを使うとかね、決めれたらいいですけど、まあ、結構深いなこっちは。まだ続く、すごい。めっちゃ深くない？下まで行きそうだね。一旦ディスク出てきたけど、あ、一番下まで行った。すごい、めっちゃ続いてるぞここ。あ、ちょっと待って、切れんの燃料。ちょっと待って、出れないんですけど。ちょ待って、切れるんやけど燃料。これ出れへん、罠や。お、引っかかったな。よし。危な、怖。一番上までは一気に行けへんや、これ。そんな罠があった。しかし掘りますよ。もう取れる時にがっつり取っとかんとね、鉱石は。
まあ、ダガーがいるから、ね、そんなに困らなくはなったかもしれないけど。ここの下、あれがなかった？あの、マグネシウム。これ土なんか。くそ。はい、か、もう22時です。いけるか？ちょっと出れへんわ、やっぱり。いや、ちょっと、間違えた。マップ出ていいよ。よし。遺跡ね。よし。帰るよ。灯台は光ってますね。何があるんでしょうね。でもあの遺跡なのかな。スターライト塔。ここね、はい、うん、燃料切れ、燃料切れてますけど、アックさん。ちょっと置いといてみようか。ちゃんと直してくれるか。ガラス、試練か。はい。鉱石も一回入れとかないと。荷物いっぱいやな。自動化栽培機能。これどうだったんだろう。ね。アルミ板作るでしょ。あれにポテトフルーツ入れとかないと。深夜でも運んでいてくれんのこれ。よし、数量、はい、配達。うん、あ、深夜でも来てくれますね。便利すぎる。よし、魚はこっちに移した方がいいんかな。ファイバークロスさんめっちゃできてきた。樹脂もうちょっと作っとこうか。どうせなら。あ、これできたね。もう一個できたよ。夏の人形っていうのがある。うん。よし。あとは、どうしようかな。博物館に持っていくもんはこれと、これは違う？博物館って書いてあるけど、これだね。トロフィーは飾ろうか、室内に。うん、これも置こうか。ソファーちょっと欲しいもんね。うん、まあいいか、これで。よし。で、あとなんか作っといた方がいいやつあんのかな。うん、うん、まあいいわ。魚を水槽に入れといてみようか。これはさすがに生きてないよね。爪だけだよね。ブレードフィッシュ、カエルを、サーモン、ちょっとめっちゃ入りそうだよね。2匹ずつ入れときたい。あたたて台も2匹。フグも入れとこうか。うん。まずはいいか。あと、ブレードフィッシュ1匹多かったな。よし、こんだけ入れてみましょう。取るじゃないよ。これ下に入ってないと入れてくれないんだね。何匹入るかですね、あと。よし。こんだけ、入れる。入れる。繁殖しひんのかなと思うんだけど。何匹入るんだろう。
10匹入る？入るね。すごい。餌をあげとこう。うん。よし、これでいいや。で、ラマまたちょっとトレーニングしとこうかな。もう速さも次でマックスになりそうですね。うん、よし。撫でとこう。はい。よし。こっちも撫でれるかな？あ、できひんわ。よし、まあいいわ。あとは、これはもう時間だもんね。アルミ鉱石、アルミステンレス焼いとこうか。あ、できてるわ。もうちょっと焼いとこう。あ、マンガンがなくなった。マンガンは、あっちの遺跡で掘れへんのか。ちょっとアルミ板をもうちょっと足しとく。よし。マンガン、もう一個の遺跡今度行かないとね、じゃあ。よし。で、置くやつがこれと、これ。うん。あとこのご飯食べとこう。よし。あ、違うわ。よし、食べた。まあいいかな、今日はね。はい、そしたらね、まあ今日のところはこれで終わりにしておきます。また次回ね、この続きやっていきますので、よかったら見に来てください。ではこれで終わりにしておきます。お疲れ様でした。